送電線保護版の保護系電気。これらは1990年代よりデジタル制御の静止型に置き換えが進んでいる。白の英数字は日本電気工業会が定める制御器具番号。保護系電気とは、軽電気の一種で電流や電圧の急激な変化等から電気回路を保護するための装置、保護リレーとも呼ばれる。保護系電器は電力系統を構成する。 発電所や変電所、そう、配電線路、及び付加設備に発生した短絡故障や地落故障等を景気用変成器を介して検出し、よそへの故障による影響の波及を最小限に抑えるため、故障区間を選択し速やかに電力系統より切り離すよう遮断器へ制御信号を喪失する役割を担う。各系電器の動作時間や動作値の制定にあたっては、 前述の通り上位設備への事故を波及させないよう、末端であればあるほど短い時間で動作するように設定をする。各経電機の特性を参考にし事前に検討し、実際に現場で各経電機の特性試験を実施し、制定を検討する必要がある。また設備の条件によっては、経電機の制定のみでは適切な協調を制定できないことがあるため、 動作時間を調整するチェーンリレーと呼ばれる、経電機のための経電機を用いることがある。保護経電機の選定にあたっては、上位系統の設置方式も考慮する必要がある。日本では多くが非設置方式の配電線を採用しているが、四国地区と北陸地区の一部では、昇降リアクトル設置方式を採用している。そのため選定を誤ると適切な動作特性が得られず、 保護系電機の役目をなさないことがある。ありがとうございます。